こんにちは。今回も前回に引き続き杉の剪定についてお話します。前回は大杉と呼ばれる多管仕立ての剪定方法についてお話ししましたけれども、今回は幹が1本の単管仕立ての剪定方法についてお話したいと思います。大杉の場合は芯を止めずに先へ先へと伸ばしていきますけれども、単管仕立ての場合は芯を止めて芯が増えないように管理していきます。まずはこの木を例として見ていただきます。木の頭の方ほど芯が立ってきますのでセーブします。脇枝を残して芯を止めます。おさらいですが、大杉の場合は芯を立てて枝を払っていきます。こんな風にね。そして下の方の枝を整理して台を作れば大杉のミニチュアの出来上がりです。さあ、遊んでないで先へ進めましょう。枝から吹いている胴吹き芽を丹念に取り除きます。非常に面倒ですが、これをやらないと良い仕上がりにはなりません。胴吹き芽を取ると枝分かれがすっきり見えてきます。杉の木の剪定はほとんどがこの地味な作業です。そして伸びすぎた枝を切り戻します。どこまでが枝でどこからが葉っぱかはっきり分かるようにしようという気持ちでやると良いかもしれません。手元をお見せしようと思うのですが、どうも混みすぎていてよくわかりませんね。まあしばらくやっているとこんな感じにはなります。
切り戻すときは、やや水平より垂れているような弱い枝に切り戻すとバランスが取れます。さっきよりは見やすくなってきましたかね。やっぱり分かりにくいかな。このぐらい透けてくるとちょっとは見やすくなりますかね。にしても地味すぎるな。もうこの辺で退出なさっても構いませんよ。
なんか頑張れって気持ちになってきますね。この後は解説はなしとします。せっかく撮った動画なので、まあ頑張れる人は見ていってください。ご視聴ありがとうございました。
最後まで見てたんですか？すごいな。自分が小僧の頃こんな風に親方の手元をずっと見てられたら、もう5、6年は早くできるようになったかもしれません。ご視聴お疲れ様でした。